山内和則は日本のゲームクリエイター。ゲーム制作会社ポリフォニーデジタルの設立者で代表。全世界で累計8000万本以上の売り上げを記録しているゲームソフトグランツーリスモシリーズの発案者兼プロデューサー。現在はポリフォニーデジタルの代表取締役プレジデント。2001年より日本カーオブザイヤーの選考委員も務める。代表作は他に モータートゥーングランプリシリーズ、オメガブースト、ツーリストトロフィーなど、PS3 で2006年12月24日に無料配信された、グランツーリスモ HD では、ランキング1位に名を連ねた。新作を出すたびに、ストレスがたまる、等と発言するなど、完璧主義者として知られる。2011年現在までの愛車は、ホンダ S2000、日産、フェアレディ Z、 ポルシェ 911GT3、メルセデスベンツ SL55AMG、フォード GT、日産、GT-R など。このうち S2000 は、グランツーリスモ2、フォード GT は、グランツーリスモ4、GT-R は、グランツーリスモ5プロローグのパッケージやオープニングに、それぞれ登場している。現在は、グランツーリスモ TV の取材で、新型のフェラーリに試乗したり、 GT アカデミー等の企画、モーターショーなどに出向いてのアピールやコラボレーション企画を展開している。幼少時代はかなりの病弱だったとのことで、当時は体育の授業はすべて見学で、周囲からは病弱大魔王とあだなされていたほど、当時からスーパーカー消しゴムを集めるなど車への関心は高かったという。中学時代から映画制作に没頭し、 その流れでソニーミュージックエンタテインメントに就職するがソニーグループがプレイステーションで家庭用ゲーム機市場に参入することになりソニーコンピュータエンタテインメントが設立されると C への出向を命じられ以後モータートゥーングランプリを皮切りにゲームプロデュース業を手掛けるグランツーリスモはもともと3内が C に移って最初に出した企画だったが当初は なぜこのゲームを作らせてくれないのかとことあるごとに C の社内で懸念していたため、当時 C の社内では、不尊君と陰口を叩かれていたという。2009年1月より、オンラインゲーム運営会社である、ゲームオンの非常勤顧問に就任した。モータースポーツ経験は少ないものの、近年には多額の費用を投じて、国外の耐久レースに参戦している。2010年以来、 毎年のニュルブルクリンク24時間レースに必ず参戦し、モータースポーツ参戦としてはこれに限ると言ってよい。2009年以降公式戦への参戦記録はない。グランツーリスも、エスクリエイターテイクス、エーフィフススタップアット、エーパーフェクトレーシングゲームハット AB、おごってジャンケン隊、第5巻ピアニッシモも、17から22、顧問就任のお知らせ。 山内和則がニュル4時間耐久レースで、クラス優勝アーカイブド2009年9月25日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、VL のシリーズ第8戦の公式リザルト、山内和則がニュル24時間レースに、初参戦、クラス4位で、フィニッシュニュル24時間、満イが2年ぶり優勝を果たす、マイナスオートスポーツウェブ2011年6月27日、ありがとうございます。